ンフレッチェの選手にお話聞きたいと思います。じゃあ自己紹介からお願いします。サンフレッチェ広島市ジュニアエース7番の野坂弘です。かなりグループリーグ初戦とは思えない強度が高いゲームでしたけど、振り返っていかがでしたか。前半はみんな硬くなってたんですけど、後半からみんなのいいプレーが出てき始めて、チャンスもあったんですけど勝ちきれなくてちょっと悔しかったです。かなりご自身のプレー振り返っていただくと、中盤の1個低いところで受けて、そこからグッて前に行くプレーでチャンスメイクできたらかなと思うんですけど、そこは評価できる部分じゃないかなと思うんですけど、どうですかそのあたりは。自分のいいプレーが出せてた。足りなかった部分でいうとどういうことですかね。決定力とか最後のゴール前での質が低くて、今決めない。まあ、去年サンフレはクラブユースでベスト4まで行って高輪のうちに優勝して、まあ、あと一歩というところで、ただなんか去年よりも個の力とかパワーはあるんじゃないかなと思ったんですけど、そのあたりとかってどうですか。自分たちの代結構いけるんじゃないかなっていうと実感あります。あるんですか。はい。まあ、優勝するためにどういうところが必要かというか、まあ、今大会の目標とかそういうところを含めて最後教えてもらっていいですか。やっぱ最後までチーム一丸となってブレずにみんなで戦うことが大事だと思います。あとちょっともう一点なんですけど、ご自身の今大会での目標みたいなところとどういうプレーを示していきたいかっていうのを最後聞かせてください。自分がチームに絶対必要だと思うようなプレーをしたいと思います。ありがとうございました。